皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、付き合いのほど、よろしくお願いします。11月8日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝6時の時点で水位は172メートル60です。おとついと比べると14センチの下げ。先月末、大きく下げる傾向でしたが、最近、そのペースが落ちているようです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時の時点で、上流の観測所での流入は毎秒7600立方メートルで、三峡ダムは毎秒1万立方メートル。このため、ダムの直近と南側の川で増水分の合計は毎秒2400立方メートルと推測されます。おとついと比べると、三峡ダムへの流入は少し減少しています。一方、今朝6時の放流量は毎秒9540立方メートル。単純計算になりますが、31% 程度の発電状況で、10基前後の発電用水車が回っているものと推測されます。おとついと比べると、放流量を絞っているようです。こちらは、中国湖南省水門局のデータで、過去1ヶ月の三峡ダムの流入と放流、そして水位を示したグラフ。先月末から、黒で示す放流量は、ほぼ同じパターンを刻んだ後、最近、放流する量を絞る運用に変えています。そして直近では、さらに減らしているようです。ダムに入ってくる水量に、大きな変化はありません。一方、水位の方は、175メートルに到達した後、かなりのペースで下げてきましたが、ここ数日、そのペースが鈍化していますね。下がったとはいえ、まだ、170メートル台なので、依然として高水準となっています。もう少し長い目で見たときはどうでしょう。こちらは過去8年、貯水位の実績グラフで、マクロマイクロのデータになります。三峡ダムにおける、運用上の上限の水位は175メートルですから、2年ぶりに通常運転に戻ったようです。注目していただきたいのは、これまでの場合、最高水位に到達した後、一旦下げるものの、そこでしばらくキープしていました。ところが近年、上限まで行くと、その後急激に下げるデータとなっており、特に今年は顕著です。何か、慌てて水位を下げないといけない理由でもあるのでしょうか。今後どうなるか、注目したいと思います。西庵チャンネル。三峡ダムにはいろいろ問題があり、そのうちの一つに、土砂が溜まっていく件。先日、このチャンネルでお伝えしたところです。ダムが巨大であるがゆえに、貯水側にどんどん砂が沈殿し、本来発揮すべき能力が、次第に低下していくというもの。そして、三峡ダム以外、特に上流の重慶は深刻です。毎年10月頃から、三峡ダムが175メートルあたりまで貯水することになり、その結果、500キロ以上離れた上流の重慶との間まで水位が上がります。つまり、重慶の手前で川の流れるスピードが弱まるわけです。すると、この辺りで砂が堆積することとなります。重慶は水運で重要な都市ですから、川底が上がると大型船舶の航行に影響を及ぼしかねません。過去には砂が溜まったことで実際に船の航行が止まったという話もあったようです。ウィンディーで直近12時間の実績を見てみます。今朝8時までの状況。ダムよりも下流で雨雲が見られますが、上流では晴れていそうです。また、南部では結構雲が広がり、ところによっては、強めの雨になっている可能性もあります。次に、向こう1週間の予想を見てみましょう。長江の南側で発生した、強めの雨雲が北上し、徐々に東に広がりそう。前回の予想とほぼ同じで、上海周辺の都市部では、結構降るかもしれないですね。さらに日本にまで流れてくる可能性があり、週末は、こちらの天気も荒れそうです。三峡ダムの週間天気予報を見ていると、来週月曜日の最高気温が9度、最低気温が3度となっており、かなり冷え込むみたいですね。雪のマークもちらほら見られます。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。
中国、10月の輸出額、去年同月比 6% 余り減少。6ヶ月連続のマイナス。NHK ニュースウェブが伝えています。記事によると、中国の先月の輸出額は、ヨーロッパや東南アジア向けが大きく減ったことで、去年の同じ月と比べて 6% 余り減少しました。輸出が減少するのは、6ヶ月連続で景気回復に向けた重荷となっているとのこと。アメリカ向けも減少したことが主な要因で、品目別ではパソコンや衣料品などが減少。一方、10月の輸入額は原油や鉄鉱石など資源関連の輸入が増えたことから、去年の同じ月と比べて 3% 増え、8ヶ月ぶりに増加に転じました。以上、中国、10月の輸出額、去年同月比 6% 余り減少。6ヶ月連続のマイナスについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少し数字だけでは分かりづらいかと思いますので、いつものグラフで見てみます。輸入が1年ぶりにプラスに転じているのがサプライズ。ま、3% なんで反動、揺り戻し程度か。それともお友達ロシアからの石油など輸入を大幅に増やしたのが影響したのか。そしてあちらさんにとって大事な大事な輸出はマイナス 6.4% とさえません。今年は3月と4月にプラスとなったものの、それ以降はずっとマイナス。世界の工場と言われたあちらさんも、その勢いはもうありません。去年の11月と12月はひどかったので、来月にはその反動が来るとは思いますが、またマイナスだったら、ズタボロですね。あちらの出す数字なんて、信じられない、というコメントをよくいただくのですが、貿易統計は相手国があるので、比較的、ちょろまかすのが難しいとされています。ですから、GDP などのお手盛り数字よりかは、データとしては信頼性はあるかと。記事に出てくる短期的な数字だけでなく、グラフも合わせてみると、今の中国の状況が見えてくるかと。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝7時までのレーダーの実績。北海道に少し雨雲が見られますが、その他は大体晴れているのではないでしょうか。ニュースを見ていると、降水確率が 0% のところも多いようです。ただ、大陸では雨雲が東に進んでいるため、金曜あたりには日本にまで流れてきそうな感じです。シップリフトについて、シップロックの南側のここにあります。エレベーター形式となっており、プールに船を進め、上げ下ろしする垂直昇降機です。3000トン級の船まで対応しているため、巨大な構造物。プールの大きさは、縦120メートル、横が18メートル、そして深さが 3.5 メートルになります。長さで言うと、新幹線なら5両分が入る計算。また、幅で言うと、横にも5両並べられるので、カゴの中に新幹線が25両分入ることになります。そんなエレベーターって、ちょっと意味不明ですね。なお、このシップリフトは、ダム堤体の横に設置されています。ダム本体は重力式コンクリートのため頑強ではあるのですが、シップリフトでは複数の箇所でひび割れと思われるものが確認されています。その詳細については別の機会に詳しく取り上げたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたらグッドボタンを、もう一つやなぁと思われましたらバッドボタンをお願いします。YouTube のロジック的に、グッドでもバッドでも、アクションがあるのが、良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。